こうやって通して聞いてみて、ちゃんとこう曲として聞こえている。そうで、あのね、お二人ともですけど、まあこれはね、特にふみさんでね、あのね、軌道修正がね素晴らしい。そう、いや、すごく大事なことです。あの途中でこうちゃんと、はい、あの直すっていう、その音程がずれてるとか、音がなんかちょっとおかしいとかっていう時に、あの前回多分ね、ちょろっとあの弓の位置がどのこうのみたいな話をしたと思うんですけど、あの途中でちょっとずれそうになった時、ちゃんとね、上にね、ヒュッて、ね、こうね、修正したし、あの音程も修正できてて、あのこれはね素晴らしいと思いましたね。そうで、今まで結構ね、あのお二方ともこう最初の方でこうずれちゃったものをそのまま引きずることも多かったので、その点ちゃんと途中ですぐ修正されてたので、よりその曲らしくなりましたね。そうで、まずね、陽子さんはね、もう大進歩じゃないですか、これは。嬉しいけど、どこがですか。大進歩だと思いますよ。まず、序盤はちょっと緊張してたんですけど、まず音の歯切れがいいですね。で、まあ、前回にも増してこの4の指、そう。で、前回はこうちょっとまだこう、こう特に移動するときに、ダダダダダダダってなってた部分がちゃんとこう、タタ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 、そうで、ちゃんと抑えていっていたと。そうで、ちゃんと陽子さんのね、いいところは、あの途中のこのここでね、ある程度ね、脱力できてたことですね。そうで、ここってやっぱりあのなんていうのかな、本人は緊張してなくても、周りからしたらこの早い部分ってお客さんもちょっと緊張するわけですよ。こう例えばまあ、チャルダシでもいいですけど、こういう状態でお客さんもこうは聞けないんですよね。やっぱりある程度お客さんもおー、こうなる。でそこでこう、ここら辺でお客さんがこうさタカ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 タこうなるわけですよね。だから本人もここで脱力してないといけないんですけど、陽子さんちゃんとね、それがね、脱力してたと。先生だってこの間、うんって私が真似したから絶対そうだ、うまいと思って頑張っちゃった。そう、素晴らしい。あのやっぱりここであの綺麗な音出そうって思って、うってこう前回とかにあの こうなると、やっぱりせっかくここはみんなが気を抜くシーンなので、うん、お客さんもそれがね良かったです。で、陽子さんがもう全体的、まず全体として惜しいことは、まずもう本当に一つだけで音程ですね。そうで、多分細かく早く動かなくちゃいけない曲なので、はいはい、今ね、意識としてはね、とてもいい状態なんです。あのコンパクトにしなきゃいけない。あの弓もだいぶコンパクトに、ちょっとまだ幅広い時ありますけど、弓もコンパクトになってきて、ここの移動もね、なるべく効率的にってなってるんですけど、こうコンパクトにしようとしてね、左手のね、指の幅もコンパクトになってる。あまだダメなんだな。そう、はい、で、うん、これが多分ね、もうね、今見てると最初からなんですよ。決まってる。そう、はい、で、4の指の音程が合ってる。つまり、ここは合ってるんですね、はい、で、こうしなきゃいけないところを、はい、今ね、こう、なるほど、出だしからこうなってると、そう、これがこうなると、はい、そう、いいです、はい、で、これが、
多分ね左手がねまだ緊張してると思う、はい、そう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 、で緊張してると思う、あとこのうんって動き方、はい、動き方も前回とか前々回みたいにこう、はい、まだこううにゃってこう崩れてはない、はい、そう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 、この崩れはねだいぶなくなりました、ね、はい、で4本単位で動けてるんですけど、そのそもそもの4本が狭いので、はい、こうああ惜しいで、ね、はい、でねふみさんもあのふみさんはねまずいいのはもう、もうここの部分のね歯切れはまあもう言うまでもなくね大変大変ようござんすとで本当に、ね、そこはやっぱりとても良くて、でその分ねやっぱり惜しいですね、この伸ばすところが、ここが一番こうお客さんを脱力させたい部分で、本人が多分ねめちゃくちゃここで肩が入っちゃう、はい、そう多分先週のそう状態、はい、そうで、ね、でもね分かるんですよ、こっちの方がね緊張するっていう気持ちも分かるんですが、こう意識とまず意識としてはここまで頑張ったから力を抜こうっていう、うん、そうここでちょっと手を抜くって言い方だとちょっと良くないですけど、ちょっと手を抜こうというかこう、っていう風にこうようやく休憩できるわっていう意識でいるとちょっと楽になれるかなと思います。いやここもね不安材料はいっぱいあるはず。そうなんですよ。それがねすごく現れてて両手がね緊張してるんですよ。でまず左手はまずねここだけこう動いてるんですよ、指が、うん、こう、はい、ぜこうそうそう、はい、こう大げさにやるとこういう感じ、そうそうそうで弓は結構もうビチッとまっすぐ動いてる感じ、こうそうなんです。ここで一回こう、はい、ふーっとそうそう抜いてあげる。で意識としては最後こうここって多分どれだけ遅くしてもそんなに違和感ない。でなのでこの間でちょっとこうここ弾いてる間にちょっとふーってこう息を吐くような気持ち、こうここまで今までふーって頑張ってきたところをもうクラゲになっちゃったぐらい気持ちでございます。そうでやっぱりここがこう今のってこうちょっと角が立ってる感じがこうこの弓の折り返しがちょっとこうガーンガーンってならないような感じ、こうに棒引きでちょっと角だけ取りますけど、こうそのままだとまあこういう面白くない、そうそう、でも一切強弱つけなくても角取るだけでこうはないですけど、でもこれだけでもだいぶ雰囲気はね変わる。そう、特にここの前までこうなってたので、そうここからやっぱり変える、そのアタック感をこうちょっと変える気持ちでこうっ
よりスムーズになるといいかなと思います。はい、で、陽子さんもここは、今、すごく、左手をね、すごくね、慎重に動いてくれてるのがね、わかるんで、ちゃんとこう、しっかり4を押さえようっていう、そう。で、わかるんですけど、こう、そこを、より、なんだろう、弓の方がちょっとこう、例えば、ここで4をしっかり押さえようっていう気持ちが、ちょっと弓がね、遅れちゃうんですね、こう。ちょっと足りなくなっちゃったりとか、そう、弓がもうちょっとこう大事なところで粘れるといいですね。例えばこれこうなっちゃうとちょっとあってなっちゃうので、これぐらい意味が取ってあると余裕を持って、ある程度こう遊びを持たせておいて、こうこれだけ全部使わなきゃいけないわけではないんですけど、